Hello, ladies and gentlemen, and welcome to this episode of Berserk and the Band of the Hawk. As always, I'm your host, Starnum Lander, and it looks like we're about to begin the chapter Familiars. But first, a couple of events. シルケさん、 折り入ってお願いがあるのですか? はい? 私に魔術を教えていただけませんか? ファルネーゼ様。 今なんと。へえ、ファルニーちゃん魔女になりてえんだ。へえ。トロールの一件以来、私ずっと考えていたんです。あの時は正直心が震えました。恐ろしさと感動のあまり、あなたの起こした奇跡、魔術という見業に、私は 初めて足を踏み入れた未知の世界で、ただ膝を抱えて縮こまるだけの無力な存在でした。でも、こんな私でも誰かを守らなければならない時があって、その勇気を与えてくれたのがキャスカさんと、あなたにいただいた一振りの魔法の短剣なのです。でも、あれはただの銀のナイフで。なんか聞いててこそばゆくなるわ。言うことがいちいち大げさで。 私にとっては紛れもなく魔法の探検でした。はあ。フローラさんはおっしゃいました。大いなる謎を受け入れ、世界の内より万象を探求する。それが魔道であると。もし未知なる闇を照らす断りの光があるのならば、どうかこの私にお授けください。魔術とは、本来物心つく頃から修行を始めないと、なかなか身につかないと言われています。 それは何よりも、人は年を重ねるほどに、目に映る、うつよという世界観に縛られて、その固定概念を打破することが難しくなるからです。でも、散々恐ろしい目にあったファルネーゼさんなら、その心配はなさそうですね。私自身、まだ修行中の身ですが、手ほどきぐらいならできると思います。よろしくお願いします、先生! ファルネーゼ様、魔女。魔女鳥が魔女に。イシシ。ファルニーちゃんらは水浴び中。ここは子供の特権を使って一緒に。ギャファーク。ブイヤベース風磯鍋です。 久しぶりの海の幸なので腕を振るったつもりでしたが、塩が効きすぎましたか? いや、ちょっと口の中の傷に染みただけだ。いけるぜ、こりゃ。しかしなんだな、その頭。もはや黒い剣士って感じじゃねえよな。ちょびっと白い剣士。ほぼ黒い剣士。 勝手に言ってろ。で、結局どういうとこなんだ?おめえの国ってのは。あえて申さば、エルフヘルム、そこは遥か西の海に浮かぶユートピア。花は咲き乱れまくり、鳥は歌いまくり、エルフは踊りまくる、以下同文。エルフ、ヘル。ヘルちゃう、エルフヘルム。おめえみてえのがうじゃうじゃいいんだろ、エルフヘル。 私、聞いたことあります。お師匠様から。西の海にある伝説の島で、名前は、スケディグ島、レージュの森と同じ、狭間に属しているので、海図にも載っておらず、普通の人間にはたどり着くことはできないのだとか。その島では、エルフたちと一緒に、多くの魔術師が暮らしているそうです。私も、一度この目で見てみたいと思っていました。 どうしました? 霧に紛れて何か来る。いつもの狩猟さんたちでしょうか。護符は完璧です。そんなことはありえないはず。このオドは狩猟よりも霊樹の館を襲った怪物たちに近いです。確かにこの感じは、死と。来ます! Familiars
Which Flora presents Guts with the Berserker armor? With it, he is able to withstand Grunbeld's attacks, but he sustains grave injuries. Guts is in no condition to fight, but the power of the armor is such that it removes his pain and reinforces his broken bones so that he can continue to fight, even beyond all limits. Flora uses the last of her powers to allow Guts and his friends to escape. They are taking a rest on the beach when... バカでっけえトカゲは。ドラゴン。違います。これはワニ。異国の動物です。動物に霊を宿らせて作り出した魔導生命体。スカイマよ。誰かが操ってるに違いないわ。小屋を守る陣を張ります。少しの間時間を稼いでください。魔術の力が最も発揮されます。 ここは手分けして当たりましょう。こいつはやべえ。何もできねえのか、俺は。 今度はちゃんとやんなさいよ。 の群れを操る術者を探します。いました。海辺の岩陰です。ガッツさん、その体ではまだ。なまった体をほぐすにはちょうどいい。何ですか、最も人の
の心を狂わせる時でもあります。十分に気をつけて。まだです。術者を探ります。少し時間を。いました。洞窟の中とその先の浜です。ワニは俺がやる。ガッツは術者をやってくれ。カイナは肉体を持った存在なので、防壁の効力には限界があります。気をつけて。中は暗いな。迷子にならねえよ、気をつけろってか。その奥は敵の結界で守られています。先に洞窟の中の術者を倒してしまいましょう。You know, my only question is, how can there be so many alligators on this beach or in this cave? Where are all these alligators coming from? You know, are they summoning extra alligators? It's crazy. そっちは無事か。今戻る。待て、ガッツさん。誰かがそこに。あんな生き物がいるのかよ。オーグルよかでっけえぞ。だけならばともかく、私の防壁ではあんな巨大な物体は止められません。このままじゃ押し切られる。
備。このままじゃ。ガッツさん。やべえ、出しまった。あれではまだ傷が。私が引き戻します。伝説によれば、狂戦士と呼ばれる者は味方にとっても恐怖の対象だったそうです。近くにあるものは全て敵味方問わず切り伏せたからだと伝えられています。まさかガクがそれだって言うんじゃ。そこに引き寄せる唸るような轟き。敵は倒しましたけれど、こちらのことが分かってない。来る皆さん、下がって。おい、まだかよ、シール系。ガッツさん、ガッツさん。光、水面。正気か。ざまあね、結局あいつの言った通りかよ。そうやって自分の中だけでまとまっているとひねた大人になっちゃいますでしょ。そうだったな。そうだぜ。なんだか知んねえけど、こいつの魔法がありゃ正気に戻れんだろ。だったらいいじゃん。あなたは事の重大さが分かっているのですか。一歩間違えばガッツさんの命に関わる。んなのいつものことじゃんよ。やばい目にあったかもしんねえけど、俺らが生きてんもその甲冑のおかげだろ。私もそう思います。今はできたことに純粋に喜ぶべきです。危ないのは承知の上ですし、こうして全員生き残れたのですから。たく、女子供に寄ってたがって慰められちまうとは立つねえな。ま、今回はそういうことにしておくか。あとほんのわずかで俺は。シール家ってあれこれ世話焼きまくりで、ガッツのあれなんだっけ、女房みたいだよな。何を言ってるんですか、この猿は。バカバカしい。あまりくだらないことを言ってると燃やしてしまいますよ。母ちゃんみたいって言おうとしたんだけど言っちまった。なんだあれ。セルピコは紋章官でしたので、国や諸侯、騎士団などの紋章は全て頭に入っているのです。すげえなお前、ただの召使いじゃなかったんだ。ただの召使いだったんですね、あなたたちの中では。あえて否定はしませんけど。思い描いてください、今見ていたもののイメージを。これは魔術師になるための初めの一歩です。魔術は呪文や象徴に呼応させてイメージを連鎖することで初めて効力を持つものなのです。ものを具体的にイメージできれば私にも魔法が使えるようになるのですね。 Alright guys, this one's called Road to the City and I'll be operating Serpico. He deals out quick strikes with his rapier. His increased mobility allows him to dance around enemies.
attacks using his sylph sword harness the power of the wind to increase striking range and hit count. In frenzy mode, Serpico increases the number of hits he can make using the sylph sword for all of his attacks.
Wow, it's pretty impressive how he can just keep doing that move over and over and over again. I don't know if that's just because of the situation or not, but it was pretty neat. まるで兵隊の国だぜ。まるで法王朝強権の軍隊の見本市ですね。どうした？いえ、別に。ただ野蛮だなと。この物騒な気なくささ、体に馴染む古巣の匂い。などこの軍隊が一番強えんだ。 そうですね。装備を見れば中だなのでしょうが、動員できる兵隊の数も見なければなりません。それに団長の素質が問われますね。頼りになりそうか、兵を惜しんでくれそうか。要は強くって人に慕われるカリスマ団長ならいいんだ。男なら己の腕一本で成り上がるもんよ。 そうそう、一人いました、カリスマ。グリフィス卿。率いた傭兵団は鷹の団。百年戦争において無敗を誇り、戦乱を終結に導いた伝説の傭兵団の団長です。もう、それなら俺も知ってて。男の常識。そのグリフィスってのもすげえけどよ。 鷹の団のなんとかっつう切り込み隊長がアホみてえにどつええのよ。なんせ一人で100人から1000人からぶった切っちまったんだからよ。しかし皮肉なことに、そのグリフィス卿と国王との確執がミッドランドが…としていた。やがて町を包み込むだろう恐怖の霧は海より迫っていた。 ダメだダメだ。話になんねえ。町中の船主に当たってみましたが、すべて軍用として徴収されていて、どこも話す間もなく追い返されました。見通しが甘かったか。港にさえ着きゃなんとかなると思ってたが、どうやら今までの出たとこ勝負の旅とは勝手が違うみてえだな。 私に任せていただけませんか？ん？なんだよファルネーちゃん。当てでもあんのか？まさかファルネーゼ様。ちょっと出かけてきます。セルピコ。All right, guys, that's gonna do it for this episode. Sorry we cut off kind of quick back at that last cutscene, but don't worry, you didn't really miss anything. Thanks for watching. Tune in again next time for more Berserk goodness. We're almost done with the game, guys, so I just hope to see you here for the finale. And as always, thanks for watching. We'll see you next time. Take care.